するしない？どうも、ひなたえこです。今回の麻雀の匠、ゲストは近藤誠一プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ついに近藤さんの麻雀が匠で見れる、はい、嬉しいですね。嬉しいのか。そいつは良かったな。匠はご覧になられたことはありますか？まあ、ちらちらぐらいですけどね、はいはい、かなりもちろん見てますよ。一手ずつ思考をお伝えしなければならないっていう、うん、そうですね、バレちゃうわけですけど、赤裸々にね、はい、バレるのは特に問題ないんですけど、はい、誠さんのよく言う感性の部分を今日はちょっと触れたいなと思ってるんですが、触れられるんですか？感性触れられるって初めてですか？いや、初めてではないですけど、もともとね、やっぱり言葉にするのが難しい分野なので、そうですよね、どこまでね、ご期待に添えるか。近藤さんの中で理屈で考える部分と、うん、感性で考える部分がどれくらいの割合で普段打たれてるのか、うん、そうですね、基本的にはやっぱりなるべくその感性寄りにとは思ってますけどね、ほぼそちらに寄りたいんですね。そうですね。ただ、だから込み入った場面とか、やっぱり条件がいろいろ入り込んでくる場面になると、そこは理論的にね、判断するんで、まあ、そういう時に例えば長考に入ったりとかね、大体長考してる時って理論的に考えてる場面なんです。そうなんですね、うん、感性で打ってる時っていうのは、まあ、基本的にはあんまり時間は取ってないはずです。それを見れば普段こう映像体験を見てた時は、誠、うん、さんがちょっと長めに考えたら、うんうんうん、今は理でかなり、そうですね、そんな感じです。誠さんといえばかなり のタイトル もう獲得されてるプレイヤーですけれども、はい、まありがたいことに、はい、その中でも今回は1回勝負エムリーグルール、エムリーグルールでご自身の麻雀ポイントだったり見てほしいところ、どんなところですか？まあ、やっぱりね、踏み込みですかね。がっつり踏み込んでね、当たった時はもう打ち死にするんです。それくらいの気持ちで、そう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 。でね、結構その対戦相手からしてもね、やっぱりそういう打ち手って崩れるときは勝手に崩れよるけども、かなりやっぱり踏み込まれた方がちょっとね、嫌かなっていう部分も、ね、あるね、自分自身もやっぱりそうだしね、うんうん、踏み込まれるとこけてくれればいいけども、こけずにどんどん来られるとね、厄介ですよね。本当ドキドキしてきますよね、こっちがね、じゃあどこでこう近藤誠一が踏み込むか、あとはもうほぼ感性でいくのか、それともかなり長考を使って理の説明が入るのか、やっぱりね、喋り始めるとどちらかというと理屈寄りにはなるんじゃないかなっていう気はしますけどね、はい、まあ、そんなあたりもとても楽しみです。今日は一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは早速打っていただきましょう。トン一曲開始です。皆さん手牌を開けてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回はドラが3層。近藤さんはなんちゃスタートですね。はい、そうですね。はい、じゃあリーパーした方がいいんですかね。リーパーしてください。はい、はい、ざっくりこんな感じでいいですか。はい、OK です、はい。これね、面白いの来たよ。おね、一応、もともとこういうのも。ちょっと隠れちゃってます、もう。全部隠れちゃってます。いやいや、こっちだけを見てほしいから。見てほしいな。こういうのを狙おうと。はい、狙うっていうか視野には入ってたんだけど、これがこうなったんで、それは捨てて、まあ、一応こういう感じにしてみます。はいはいはい、じゃあこっちが膨らんだらいいなってことですね。基本的にはもうここがメインですよね。せいさん、見事は右手が、そう、右手ね、そうね、そうね、そういうことか。せいさん、仕掛けるところはありますか今？で、一応この辺ですかね。お、もう動く？うん、せいさん、せいさん、話と違うね、連絡取ったけど今話と違う、あれ、せいさん、いや、まあまあ、ね、だから、親なんでね、一応相手が、ああ、なるほど、だから、まあ、親の現物を残すのと、で、親以外から泣けば親のズボンが飛ぶでしょ。はいはい、そうですね。だからそういうのもなんかメリットに入ってくるんで、なるほど、それが親の聖杯だと、メリットにならない。それ、そういうことですね。うん、これね、こういうの来ちゃうとちょっとね、うっとうしいんだけど、一応これも薬杯ですね、これね。これ普通に
育ってきましたね、うん、だからこうなっちゃうと基本的にはこのここの三面ちゃんってことですね、うんうんうん、何かを重ねていきたい。そうそうですね、周りの捨て牌だったり手出しってどれくらい最初から意識してます？基本的にはね、その全部じゃなくて、はい、お全部じゃない、キーポイントになりそうなところを中心に、じゃあこれキーだと思うってところがあったらぜひ他の3選手のところあったら教えてください。はい、うん、早くもね内側の牌が各選手出てきてるんですよね、うん、トンは手出し、うん、そうだから、まあ例えば QP3P よりもトンの方がね、まあ後からっていうのは一応記憶にはちょっと残しておいた方がいいかなぐらいで、うんうん、まあ、でもそんなにね大層のもんでもないとは思うんですけど、今は一枚切れのチョンを選んだわけですね、うん、そうですね、うん、一応ね見た目に沿ってここはもう、ね、見えてない分だけそちらを優先すると、うんうん、で正直ね今もはやもうこれが鬱陶しいなと思ってるんですよそんなに、うん、せっかくできたけど、まあ、せっかくできたけど、でもこれいなくなるの無理ですよね、うん、もういや無理ではないでしょ、だってあるんですこれでまだいける、名本チートイの可能性もあるんで、あチートイズなの、うん、確かにそれだと、まあね、基本的には仕掛けずに進めていけるんで、うん、ここもある程度残しつつ、はい、まあ、これ伸びてきちゃって、まあ、何枚切れなんで、まあ、これね、伸びちゃうと使いたいですよね。だからもうこうなってくると、マンズフタメンズでね、うんうんうん、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、ね、そっちになるんだ、うん、なるほど、なるほど。さあ、まだ周りからリーチも入っていません。仕掛けもね、入ってませんからね。ね、ほらほら、こんななっちゃった。まあ、振り点ですけど。もうちょっと焼け気味に、このションパラフ切っちゃう。まあ、一応親の現物だったりも手にあるのがね。うん、そうなんですよね、うんうん。膨らましてもいいかなってことですね。でも小型が来ちゃったらもうしょうがないっていう感じでね。でもそもそも白もションパラだしね。そうなんですよね。安全牌ではないので。はい。いやでもね、こっから、これね、こっからの進め方も難しいんで、本当はね、こういう手組みしない方がいいとは思いつつ、はい、うん、なんでしょうね、今やっぱりちょっと喋りながらやってると、なんか、ちょっといつもと違う感じになってますね。なんかすいません。周りの手組み。すいません。なんとなくこう、形をね、単純に作りに行ってしまってるような、まあそんな感じはしますよね。なるほど。一瞬でになっちゃった。フリテンリーチはねやめておきましょう。9番3枚切れだしね、やめるね、しないんですね、うん、結構ね。で、だいたいフリテンリーチになるときってここかここを引いたときの話ですよ ね、うん、だからこれ残してくっつき3点戻しという感じで、あ、その方がいいんじゃないですか。テンパイ取らないんだ、うん、取らずにここを使い切る方向で2枚ね、うん、なるほど。さすがにね9番3枚切れだしね、3面ちゃんとはちょっと弱いかなっていう。で特にこっちの2人は9番早いんでね、はい、それぞれがローマン1枚ずつ持ってておかしくないので、こういうことですよね。こっち側が来るとねちょっと厄介なんですけど、まあ、ここはねちょっと無難に、さあ、うん、今一言無難と言ったが難しいところどうする。困った早くも遠い一曲困った。どうしましょう、せいさん。ねえ、まあでもね選択肢 ここはね普通にまずテンパを取るが1つ、うん、テンパを取らないでマンズを切るが2つ目、うん、一応こっち側にしてみようかな。あ、今4か8で切るの悩んだわけですね。まあだからこっちの方があのあれよりも重なりやすいかなっていう。で重なったら一応こういう復活テンパができるんで。それはリーチはしないですね。あ、それもしない。まあこの辺はちょっとねこの曲はおとなしみにしておこうかなと。それはどこでそんなにおとなしみの判断になったんですか。どこでしょうね。だからあんまり上がれると思ってないんですよ。あ、なるほど。もうそんなに、うん、体感いい感じじゃないんだ、うん、これだからある意味感覚的にこの曲はちょっと上がるのは厳しいかなっていうのを感じてる状態ですかね今。やっぱりどんなに手が進んでもね上がれるか落ちが来ちゃったよ、はい。まあ、しょうがない。これ振り点じゃないぞ、うん、
プリテンじゃないけど、うん、取らない、まあ、だからここまで来て、あ、出たか、まあまあ、まあ、リーチって言ったら出ない、ね、出なかったね、確かに、まあ、しかもこれドラ切んなきゃいけないん で、 そうです、ね、ドラ切った時点でもう出てくるかどうかもね、定かじゃない、もともとやっぱり6球は薄いと思ってるんでね、まあ、そこはもう致し方なしと、なるほど、まあ、特にこの順目でそのドラを切るにはちょっと値しないかなっていうところ、ね、なるほどどうですか、他の皆さん張ってそうだったり何か思うところあります、闇点入ってるかなっていう、闇点入ってそうなイメージもありましたけどね、まあでも、まあ、ちょろちょろ出だしがあったりして、ね、今ピンも出だしでしたね、せいさん静かに出よう、静かに出よう、ね、うまくなんかって使い切れましたね、うん、まあ、だからこれなら要するに天杯の価値もね、やっぱりさっきと全然違うじゃないですか、はい、リテンのサブロキューバに比べても ね、 あね、統一落としだで、これね、なんならね、もうあの出てこないとね、踏めるんで、はい、あのリーチ行ってもいいぐらいなんですけど、でもしませんでしたね、うん、ただね、だからこれもし誰かがね、手が入ってて追っかけられた時にあの逆にちょっとね、まあ配定が来るし、あ、これ3万振り切り積もってんの入っていきますよ、うん、相手の補充のねリスクもやっぱりかなり慎重な出だしとなりましたね、うん、だからやっぱりハイパイの時点からあの道中もずっとあのこの曲そんなに上がれると思ってないっていうのがやっぱ大きかったと思います、ね、それをかなり感じました、うん、スタートからチーソー切った下茶どっこさんはね、親と近藤さんの現物なんですよ ね、うん、ね、で、まあ、今悩んでますね、うん、どうかな、そんなに張ってるイメージでもないんだけどな、でもただ降りるだったら簡単ですから天杯取れるかどうか、天杯が厳しい可能性もあるね、うん、うん、結構ほら外側寄りの範囲が多いんで、うんうんうん、逆に手の中にはね内側がたくさん残ってるから入っているつもったら偉いんだけど、怖いだチンピンは、うん、まあいいでしょうこれね、はい、チンピン、はい、ということで、まあ、一曲天杯の方は開けましょう、はい、うん、近藤さん、ね、一人天杯という形になりました、うん、まあ良かったんじゃないですかね、おとなしめの出だしになりましたけど、スタートからかなりあの慎重、まあ形も形でしたから、うん、まあ、よくいろいろ伸びましたね、育ちましたね、うん、で最後は6球も取らず、振り手も3面茶も取らず、うんうん、ファンズを切っていって、数層引いた時点でもリーチはかけないという、まあ、残り積も回数が3回というところでしたね、うんうん、かけない回数が少ないのもあるし、はい、追っかけられた時にあのそんなに自信がある町でもない、まあ、両面は両面ですけどね、そんなに自信があるわけでもないし、で配定の補充もねやっぱりできれば回避したいしというようなところですね、うん、まあ運送だなはしっかり漫画ありますしね、うん、そうそう、うん、では皆さんの手も開けていただきましょう、こんな感じでした、うん、どうでしょう、あー、うん、赤があったのはどっこさんでしたね、うん、これだから、ね、イーシャンテンだったんですね、そうですね、どっこさんね、うん、頑張りたかったけどちょっと形が、ね、まとまりきらなかった感じですかね、さあ出だしの一曲は一人天杯で親を迎える形になります、うん、どうですか、まあ、いや一応ねこれ自分の中では上出来ですよ、うんうんうん、そもそも上がれないかなって思ってたぐらいだし、横移動もね、まだマシな結果なのに、うん、それもなく、はい、ね、テンパイル独り占めという、ね、最高の結末かもしれない、あるんでね、なるほど、まあ、もちろん理想はね上がれるのが理想だけど、はい、とはいうものね、ハイテーツもピンフリーペコとあと落ちちゃう落ちちゃう、ハネマンだちょっと ね、 ううね夢見ながら、うん、夢見ました、いましたね、うん、嘘いた、最後の嘘、嘘ね1枚 ね、 ね、いましたね、まあまあ、リアンソー、リアンソーないですよね、リアンソーはない、リアンソーが1枚、うんうん、はい、さあ次回は親を迎えます、はい、親番の時にはまた少し思考が変わったりするのかどうなのか、はい、どうでしょうね、注目したいと思います、ご視聴ありがとうございました、次回もお楽しみに。